さんこんばんは。なんとエンターテイナーロードのお時間がやってまいりました。なんとです。さて今回ですね、自分流髪型セットをやりたいと思います。僕はですね、髪をセットするときはですね、ジェルを使っています。なので普段どういう風に髪型をセットしているかというのを皆さんにお見せしたいと思います。では早速始めてまいりましょう。レッツゴー。さて今から髪型をセットしたいと思います。ジェルをする前には髪を濡らしています。まあ、ジェルをつける前に、まあ、髪を濡らすか、まあ、それとも朝シャンしたりとか風呂に入ってからでも大丈夫なので、まず髪を濡らしてください。でそこでロレータというジェルを使いたいと思います。髪を濡らした状態でつけていきます。だいたいジェルね、結構ねだいたいこのぐらいはつけます。こんぐらい結構つけます。もうちょっとかな、もうちょっとこのぐらいつけます。で、まずはこういう風に手のひらに塗ります。で塗ってから、横をバッと上げ、そして上もバッと上げます。乾かしていきます、ね、ドライヤーでね乾かすとね、このジェルの部分が固まってくれるので髪保ってくれます。ではドライヤーで乾かしていきましょう。こういう感じでね、はい、完成しました。やっぱりね、髪型整えるのはね結構ね見た目大事になってきます。もしよかったらね、これ自分流なので、あ、この髪型いいなと思ったら真似してみてください。はい、ということで今回ですね、自分流髪型セットをお見せしました。以上、なおとエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバーイ。抱きしめてあげよう。